した時には雨も降って涙も溢れるけど思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いて、やりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ、その距離を競うよりどう飛んだか、どこを飛んだろうか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。星はいくつ見えるか、何も見えない夜か、元気が出ないそんな時は誰かと話そう。人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ、すぐそばの優しさに気づく。